私は買えません。発売決定でございます。はい、します。はい、そしてですね、あらすじは、ある日、ウィリーは奨学金制度の申し込みと、はい、それを処理を始める。はい。家計、成績評価、どれを取っても割れながら全然入ってこない。この俺に奨学金を出さないなんて愚者の選択肢とか言いようがない。なと、息巻くが一つ厄介な課題が。課題が学園生活で、あれ変な人いるよ、吉野義。学園生活で手に入れたものを隠して、ウィリアムは課題をこなすために現地調査を行ったという内容です。全然入ってこなかった、何にも分からなかった、全然分からなかったんですけど、まあ、要するにですね、はい、今先ほど夏コミ限定というふうに言いましたけれども、はいはい、イベント限定商品、イベント限定商品、はい、イベント限定商品ということで、夏コミというわけではなくイベント限定ということで、今後何かサイヤーフとしたら出るかもしれない。イベントでは買えるぞ、イベントごとでは買えるぞ、お気をつけくださいませ。はい、まあ、要するに一番手っ取り早く、ね、手に入るのは夏コミに来てくれと、そういうことだね、最初から。